子供たちの未来のために毎日笑顔でワクワク働く人を応援します。働き方改革教師、学年主任です。よろしくお願いします。はい。今日はですね、ドンと、ドンといかない、ドンといかない、はい。教えて、学年主任先生、ということで、エッセンシャル思考をどう実践しているのということで、あの、質問に、えー、お答えしていく形でいきたいなと思っています。ちなみに、皆さん、エッセンシャル思考でご存知ですかエッセンシャル思考とは、 より少ない努力で、より良い成果を出していこうという考え方。ざっくり言うとこれですよね。さあ、このエッセンシャル思考。まあ、最近ではですね、学校教育で言うと、猿先生ですね。全部やろうはバカやろうここでですね、エッセンシャル思考を改めて、こう、先生方にですね、提案してくださってるっていうところで、私もね、とてもこのエッセンシャル思考というものを、自分なりにも勉強してですね、これ教育にどんどん取り入れていって、 べきだなというふうふにしててて思っているんですそれは全てです、ね、子どもたちの未来のためです子どもたたちのの未来のために毎日笑顔でワクワク働く先生を応援するためにもこのエッセンシャル思考少ない努力でより良い成果をというこの考え方を広めていきたいと思って今日動画のほぼ撮っておりますでですねこの教育館にはですねこの「子どものため」っていうこの言葉があるんです これはですね悪魔のフレーズとかね、えー、いろいろ揶揄されることが多いんですけどもですね私が思うのは思考停止ワードだと思ってるんですねつまり何でもかんでも子供のため子供のためって言ってればもうまあそうか子供のためだもんなじゃあまあやるしかないかなっていうことって思考停止になってしまうんですよだからこの決め台詞子供のためが出てきた瞬間にあこれやばいなとこれ考えなきゃいけないんだなっていう風うにして 私自身はいつも考えますね。子供にとってこれ絶対いいでしょ。なんていうふうに出てきたときにはですね、本当かと。これを、まずこれです。あの、いや、それ違うじゃなくて、本当かって自分に問うてください。自分に問うんですよ。で、問うて、なぜ今ちょっと違和感を感じたのかなって。なんかちょっと嫌だなと思ったこれは何かなっていうふうにして、改めて思考を開始してください。考え始めてください。 これが一番大事なんですよだから子供のためって言われたらそっか子供のためだもんなここで言い返したら自分は子供のためのことを考えてない子供のことを考えていないそんな風にして考えるのはやめましょう絶対その女です皆さんは絶対子供のために頑張ってくれています特に今教育関係者に向けて言ってるんですけど絶対に先生らっていうのは子供のことを考えているんですよだから今苦しい状況になってるんです 子どものことを考えすぎているから今つらい状況になっている方がとてもたくさんいるんです今この状況もですね夏休みに入ってたくさんの方がツイッター上や SNS でですね、えー、先生辞めましたもしくはもう先生辞めます8月いっぱいで辞めますとか9月に行ける自信がありませんなんていう方がほんと続々と出てきているわけなんですよこれは全て子どものためを思ってやって でで進めててきた結果今の現状になっているんですつまり思考停止してしまっている現状が今これなんですよ。このことだけは皆さんがよく知ってもらってですね、今回私のこういう動画を見ながら思考停止してしまってたなということ、うん、これについて考え直してほしいなと思っているんです。でですね、教えてということで、エッセンシャル思考を私自身は今この、 新しい職場今年から移動した小学校の職場でどう実践しているかについてお話したいなと思っていますでまずざっくりと言いますけど答えはコミュニケーションを取るようにしているんですねうんまあもっと言うとですねパワープレイを禁止しているんです例えばですね私自身ももうあらほうですよですのでまあ職員室内でも まあ割と小学校であれば年配の先生もいるんですけど、まあ、私も中堅を超えていますで一緒に組ませてもらっている現在学年主任あ私学年主任という名前ですけど昨年度までは学年主任でしたが現在は学年主任ではないんですねで私よりも年下の あの女性の先生、とっても素敵な、あの魅力的な、えー、学年主任の先生と一緒に組ませてもらってるんです。で、例えば私がパワープレイ、ちょっとマウントを取ってですね、いや、俺もこういうふうにやりてんだから、エッセンシャル思考だから、つって、かなり上から行ったとすると、これやっぱりうまくいかないと思うんですよ。もちろん私が言っているこのエッセンシャル思考、少ない努力でより良い成果を出せるとすれば一番いいと思うんですよ。だけど、私は、 なるべくですね、こうやるぞっていうふうにしてパワープレイには出ないようにしています。これはまあ禁止事項としています。なるべくですね、コミュニケーションの方を取っていこうとしているわけなんです。その理由について3つお話したいなと思っています。1つ目、過去を尊重しようっていうことなんです。っていうのはですね、過去というと、例えばその学校、小学校など小学校、中学校など小 あの中学校のそれぞれの学校のこれまでやってきた歴史っていうものがあるじゃないですかこれをですね全否定してですねこれエッセンシャル思考からするとこれ全然ダメなんでって言ってもうもっとこんな風にして変えていきますよドラスティックに変えましょうよっていうそういうパワープレイも私はそれができる状況があればあの悪いこととは思っていません。特に校長先生など にはですねそういうある程度パワープレイを持ってですねリーダーシップを発揮してもらってトップダウンでやってもらうっていう必要性はあるとは思っています。ただじゃあ私 1, 1位、えー、ひらひらというか、うん、ただのまあ積極的講師と言いながらただの常勤講師の私がですね、えー、それまでの学校いきなり1年目から入ってきてですね、えー、その学校のこれまでの状況というのを否定否定否定してどんどんなくしましょうなくしましょうなくしましょうって言っていったとしたらやはりそれ職員室の雰囲気ってどうかなってうん。 そこはですね、やっぱり摩擦を生んだりですね、不信感やいろんなものが生み出されると思っているんですね。なので、私はその学校がこれまでやってきたことっていうことも尊重しながら、そんな中でコミュニケーションを取りながら、エッセンシャル思考というものを少しずつ推し進めていきたいというふうにして思っています。私がね、パワープレイをやらない、コミュニケーションを大事にしている2つ目の理由は、人を尊重するというためです。 もちろんこの過去を尊重とも近いんですけども私たち教員というものはこれまで何年もやってきてるわけですよね。その人のやり方というのももちろんあるわけなんですよ。うん、なのでそこも尊重していく必要はあるわけですよね。だからやっぱこれまでの例えば自分だったら正教員いろいろ教員だけ考えると13年目になるのかな。 非常勤と13年間のやっぱりその教員生活なんだったら、まあ、あの約40年間の自分の人生というものがあるじゃないですかでそれをですね、まあ、真っ向から否定されるようなもうそんなん無駄だから無駄だからって言って、えー、やるのもやはり、うん、うまくいかないのかなと。 つまり努力をエッセンシャル思考って努力を少なくするっていうのは大事なんですけどもより良い成果を出すためにはやはり協力してもらう人っていうものを尊重していく必要が必ずあると僕は思ってるんですねなのでやっぱり一緒にやっていく人たちのうー、ま、人権っていうと言い方があれなんですけどもその人の,あの歴史っていうものも、えー、尊重しながら、えー「本当にありがとうございます」っていうふうにしてやっていく必要が本当にあると思っているんです。 そしてエッセンシャル思考のためにコミュニケーションを大事にしている理由は意見を尊重するというところなんです。これはまあ人を尊重というのもあると思うんですけどもあのやっぱりこういろんな意見があると思うんですよ。で例えばですね一回、うん、こういうのをや,やろうと思って去年通りでいこうと思うんだっていうなんか意見が出たとします。あでもそれってとってもやっぱりこう僕としてはそれをやる必要ないと思うんで。えー っていうあのやめませんかなんかなててていうふうにしてて出てくるとです、ね、え向こうからやめるっていう意見って結構あの <laughs> やめたがらないんですよね。うん、なので例えばじゃあこういう形でどうなんていうふうにして出てくるとですね去年とは違う形にちょっとこう変わっていくっていうのも大事だと思うんですよ。全くゼロになればエッセンシャル思考としてだから全くやらないっていうのはいいと思うんですけどもまあそれだけじゃなくって。 まあ、意見というものがちょっとずつこう変化していって、まあ、2人なら2人3人なら3人での意見のすり合わせによって、えー、その意見が変わっていって、まあ、できる限りそこで少ない努力に変わっていったとするならばそれってとてもその意見って大事かなっていろんな人あの要は人を尊重しながらも意見というものを その否定じゃなくて新しい大案みたいなものを尊重していくっていうのもまた僕は大事なんじゃないかなって思っているんですで、私がやはりコミュニケーションを大事にしているというところで、まあ、これはもう原理原則なんですけども 相手のの話をを聞聞くくから自分いいてくれるっていうとうころなんですよねだから普段からやっぱりエッセンシャル思考でどんどん無駄なんで省いて省いて省いてって言ってパワープレイでやっていってはですねやっぱりどっかでえつまずきが出ると思います肝心なところで本当に大事なところで、ね、自分の言うことを聞いてくれないっていうことになってくると思うんですねなのでまあ普段からですねあ分かりました、うん、そこはじゃあそういうふうにして、えー、ちょっとまあ一歩引きますじゃないですけど意見もしっかり聞いて例えば妥協するとか妥協して、うん、でここだけはっていうふうにして出た 時にはですねなのでこうやっぱり人と人のつながりだと思うので特に教員なんかはそういうもんがあると思うのでぜひ聞くから聞いてくれるところこの原理原則を覚えていってほしいなと思っているんですでですねエッセンシャル思考というのはですね自分で判断したいその仕事は90点以上の価値があるとみなしたものだけやりましょうというふうにして言われていますただですね私は90点かっていうともうううも相当の仕事以外はもう断っちゃうことに なっちゃうんで自分はですね実際職場ではまあ60点以上の仕事はやろうかなっていうふうにして思っているんです。というのは私自身がやっぱりどんどん仕事を削っていって自分自身の学びの時間というのも取りたいっていうのが一番大きいからなんですね。私自身が学ぶことによって、うんあのまあ、子どもたちを伸ばしていくっていうあり方ですので、まあ、90点っなかなかできないんですけど、まあ、6割超えたらまあいいかなと。 でもっと言ったらですねん、なかなか減らせんかったな、仕事、今日もな、去年通りの仕事をやってしまったなと思ってる方もいるかもしれないんですけども、まあ、一つでも減らせたらいいねっていう、これでいいんじゃないですか。で だからもう理想を言ったら90点以上なんだけど、うわ、今日も引き受けちゃった、学問じゃなくって、1、まあ、個でも俺減らせたわ、やったっていう思いだといいかなというふうにして思っています。そうやって、心っていうのも、どんどんこうエッセンシャルにしていけたらいいかなと思ってるんです。でですね、私ももう8月の終わりに近づいてきたんですけども、9月からより尖っていこうっていうのは思っています。4月からですね、3ヶ月、4ヶ月間か、こうやってやってきたんですけど、だいたい自分のキャラクターというものも分かってきてくださったかなと。で、これでワッチャトヨタなんていうのもやって、 職員室であいつなんかちょっと変わったことやってるみたいだぞっていうところはなんかポジションができてきたのかなと思うので、まあ、9月からはちょっとずつこう尖りながら自分のやりたいことっていうのを教室内でまず表現していけたらいいかななんていうふうにして思っていますでやっぱりこう働き方改革って自分改革なんですよねあの職員室の例えば管理職がどうとか、うん、あの市がどうとか行政がどうとかっていうことじゃなくって自分自身の考え方や働き方 あのを見直していく自分改革だっていうことは強くいきたいと思います。あと最後に言いたいのが子供のためっていうこの言葉なんですけども、これはもうやめませんかもうみんな子供のため当たり前のように働いているので、それよりは、まあ、未来のため。 に、えー、例えばこの仕事はなくしていきましょうとかこの仕事はこういう,ふうに変えていきましょうっていうふうにして行っていけるといいなと思うんですよ。やっぱし子供のためって言うとそれは目の前の子供、誰べく長時間やった方が子供のためになるっていうそれはすごくわかります。でも例えばその子供がですね大きくなって教員をやるときにまた今のような状況があってその子供たちが、えー、せっかく夢を持って教員になったのに、えー、辛くて辞めていくこれって子供のためですか。私たち今働いているものが とにかく未来というものがどんな未来になるのかというのを想像しながらそして今この力は別に未来にいらないじゃんと、うん、そういうことをあのしっかり判断をしてこれは別にいらない活動だからもしくはもっとこんな活動に変えたらもっと子どもたちにとっていいじゃんと。 私たちにとってもいいし子供たちにとってももいいはずだよもっとこう未来志向でいけたらいいんじゃないかなというふうにして自分はずっとずっと思ってるしこっからもこの子どものためこれはみんな子どものためにやってますよって、うん、それよりもやっぱり今働いてる私たち大人が笑顔でワクワクしながら毎日過ごすことが未来の子どもたちにとってあ先生やってみたいなとか早く働きたいなというふうにして思っていくんだと僕は信じています。 なので、子どもたちのためではなくて、未来のために今私たちがどう働くかということにフォーカスをして生きていこうと思っています。はい、で、教えて、学年主任先生ということで、エッセンシャル思考と実践しているのについて、答えはコミュニケーション。 っていうものをなるべく測ってやっていきますよということを話をさせていただきましたはい、自分と相手の可能性を100%信じてこれからもやっていこうと思います教育から世界を変える男学年主任でしたチャンネル登録本当にありがとうございますはい、どんどん,どんどん増やしていきたいと思っておりますのでぜひいいねボタンよろしくお願いいたしますコメントなどもお待ちしてますのでよろしくお願いしますということで今日もなるべく早く喋るようにしながらですねやったら結構こう 15分ってね、あっという間に経ってしまうなっていうのは感じています。またのこの、夜の時間とか朝から撮ってますんで、ちょっとぼそぼそ喋ることになってますけども、うん、あの、ご了承ください。<laughs> ということで、えっ、ー、と、今日も最高の一日になりました。せーの、いいねありがとうございました。